れば。今日は、はい、そのままご飯食べに、はい、火鍋を食べに行ったんですけど。ああ、辛い鍋ですか？そう、赤と白の。ああ、なるほど。でもその中でも一番辛くないやつにしてもらったらしいですけど、なんか3段階ぐらいあって、はい、でその一番下のやつなんですけど、はい、めっちゃ辛かった。そうですか。就是因为他就有吃鸳鸯锅嘛，然后红锅那一锅他已经选小辣，但还是吃。好きなんですけど、めっちゃ辛かったですよ。そう。まず、そう、昨日空港に行った時も思ったんですけど、まあ、ファーストラブを見てくれてる人がたくさんいるんだっていうことはすごい驚きました。でもファーストラブを作る時、その撮影に入る前に監督とか、まあ、スタッフとかみんなでご飯食べた時もやっぱり日本以外の人たちにもこのドラマ届けたいねって話はしてたので、そういった思いが叶った気持ちがしてすごい嬉しかったです。好的，那包括就是在跟First Love 的团队、剧组还有导演们。もう出会いってそれこそ全て自分で選べるものじゃないじゃないですか。偶然だったり、それこそ運命的なものだったり、自分はすごく運がいいなと思いますね。10代の時に、高校生の時にスカウトしてもらって事務所に入ったんですけど、その事務所との出会いだとか偶然じゃないですか。偶然というか自分が選んだわけじゃなくて、たまたまそこで出会ったりするんだけど、やっぱ その出会いが違ったら全然違った未来になったと思うんですよね。僕がこの仕事と出会ったで、この一緒に仕事をする仲間、事務所と出会ったその出会いとかはすごく忘れられない出会いだし、自分にとっては幸運な出会いだったなと。役柄との出会いも自分だけでコントロールできないものなので、例えば18歳、17歳の時に仮面ライダーをやったんですけど、僕がたまたま17歳で事務所に入ったあのタイミングで仮面ライダー電王っていうそのキャラクターがたまたまこうやることだったから、その自分にとってマッチングが良くてできたんですよね。多分その電王っていう企画が1年前だったりもっと後だったら、僕はその役をゲットできてないので、はい、やっぱそういうタイミングとかも、自分にとって幸運な出会いだったなと思います、はい、自分のラブストーリーを好きでいてくれるファンの人たちが、はい、の期待に応えれるような、はい、ラブストーリーもぜひやりたいし、はい、体を動かすことがやっぱ好きなのでアクションもやっぱりやりたいし、はい、あんまりジャンルにこだわりはなくて、もうホラーも大好きだし、サスペンスももちろん大好きだし、とにかく自分がいいと思える、面白いと思える作品を作っていきたいですね。那其实呢，其实因为我可能过去也蛮多这种爱情方面的作品。すごいこう集中して、まあね、演技できた時とかはなんか楽しかったなと思いますね。与えられた台本をただやるだけじゃなくて、もっと前の段階からこの作品を面白くするためにこういうシーンがあった方がいいんじゃないかとか、こういうキャラクターが魅力的なんじゃないかとか、作っていくことが楽しいなと思いますね。自分のなんか今までの点数をつけるとしたら、どれくらい自分に大点数はでしょうか？68点ぐらいですかね。就是我想说，就是那把过去到现在自己的作品打个分数的话，会对打个68、69分。我的中で悪い点数じゃないんですけど。只是对最满点100点。满分是100没有错。本当Netflixがやっぱ出てきて、気軽に海外の人に作品届けられるとか、まあ、海外の人からすると気軽に日本のドラマを見れるようになったじゃないですか。やっぱこうそれはすごく嬉しいことだし、せっかくそうなったこの時代だから、日本以外の国の人たちにもっともっと作品届けたいですね。インテリアとか好きなので、家は欲しいですね。本当に自分の好きな空間作りたい。住む家でもいいし、事務所みたいなオフィスみたいなのでもいいし、何でもいいんですけど、動物の森ってすごい日本に流行ってるゲームがあるんですけど、こんな感じで
いろんな家を作りたいです。現実に。そうそう、現実に。ああ、現実で動物を見る。なるほど、わかりました。あと、其实他很喜欢这种就是洋服も好きなので、洋服も今自分でプロデュースして作ってるんですけど、もっとこう幅を広げていろんなジャンルの服を作れたらいいなと思ってます。着飾って写真を撮ってるというよりかは本当に本質にだけ目を向けて、自分のコアみたいなものだけを映されてる感じがして、大事なのってそこだよねってことは思ってほしいですね。人間にとっても写真っていうものにとっても、アートにとっても、建築にとっても何でも、一番奥底にあるコアみたいなもの、そこがやっぱり一番大事で、その上にいろんなこういろんな派手なものが、派手な洋服着たりとかみんなするし、それも素晴らしいと思うんだけど、なんかもっと中の一番コアなところを見てほしいし、大事にしてほしいなってい こう願いを込めて作られた本だと思うので、そういう感じが伝わればいい。もう本当にプロフェッショナルだし、もう見たことないような自分の写真を引き出してくれたので、すごい感謝してるし、人間的にとても魅力的なので、人間としても大好きになりました。あんまり自分の作品を、まあ、特に写真集なんかは、僕自分の家に置くのが好きじゃないんですよ。なんか昔の自慢話するおじいちゃんとかいるじゃん。なんかそれでこう置きたくないですよね。でも今回の本は自分の写真集でもあって、あのマリオの作品集でもあるので、自分が写ってはいるんですけど、初めてこう自分の家のリビングの、例えばこういうテーブルのこの下とかに置いておきたいなって思える本になりました。レトルトカレーとか、冷凍食品とか、冷凍食品プロデュースしたい。手軽に食べられる で、はい、では日本から海外にも送れる食べ物。好棒！什么意思？可以从日本带回来？对，这是可以。对，就让大家可以。可以是冷冻食品，也可以是泡面。这是泡面。对，这随身可以携带的。就是很容易也可以送给国外的朋友吃的。20代の時ももちろん一生懸命やってましたけど、仕事ね、それ以上に30代は本気で役者業に向き合っていきたいなと思ってます。20代の時はやらされてるというか受け身だったんですよね。もっとやっぱり30代になってもっと能動的に自分から何かやりたいっていうふうに思いがすごい強まってきたので、20代より30代の方が本気出すってずっと言ってるんですよ。残りの30代は日本の作品を世界の人、特にアジアの人たちに向けて届けられるようにということに、残りの30代は全て注ぎたいなと思ってます。その場その場で考えるのが好きなんですよ。あんまそういう人生の座右の銘というよりかは、常にその瞬間瞬間で考えるのが好きですね。今の座右の銘は、話は短く分かりやすく、美味しいものを食べます。吃美食又出现。心の許せる仲間と一緒に食べれるといいですよね。レストランに行って知らない見たことないメニューそういうの結構やりますよ。成功の割合は 10% ぐらい。空港であんなに歓迎してくれたの本当に驚いて嬉しかったので、感謝を伝えたいです。応援してくれてるんだなっていうのがすごく伝わって、皆さんにこう喜んでもらえるような作品を届けたい、そういう作品を作りたいって気持ちがより一層強まったので、より一層本気で作品作りに励んで皆さんに届けられたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。外面差不多準備好了。